お世話になります、ひとりでございます。2020年11月11日にポケモンホームとポケモン GO の連携が解禁され、巨大マックスメルメタルの配布も開始され、話題になりました。本当は実際に受け取った映像をお見せしたかったのですが、これから説明するとある事情のために受け取れなかったので、説明だけでお伝えしたいと思います。ということで、今回はポケモン GO との連携とメルメタル配布について詳しく解説していきます。なお、この動画はポケモン GO をあまり知らない方向けの動画なので、ポケモン GO を知り尽くした賢者の方々は基本的な説明は飛ばしていただくのがおすすめです。まあ、私がポケモン GO を知らなすぎてそうしてるだけなんですけどね。まず巨大マックスメルメタルの配布についてですが、これは以前から言われていた通り、ポケモン GO と連携しポケモンを送れば受け取ることができます。やり方としては、ポケモン GO の設定のところにポケモンホームの欄が追加されているらしく、これがある人は送ることができます。私はご覧の通りございませんのでできません。で、送ったら不思議な贈り物から受け取れるとのことです。私はもちろん受け取れず、まだゼラオラのやつすら受け取っていないという低たらくです。ちなみにツイッターで受け取った人のツイートを見ていたら、どうやら S0 確定の答えらしいです。めちゃめちゃいいですね。私のメルメタル入手スピードも S0 みたいなものです。で、次はポケモン GO との連携についてです。実は詳細が分かってからかなり厄介な仕様だということが判明し、超話題になっていました。まず先ほどポケモン GO の設定のところで、ポケモンホームの欄がある人はできると言いましたが、これはどうやら TL40 以上ないとダメなんです。私はそもそもポケモン GO 自体インストールしたことなく、 TL をわざわざググったくらいの人間なんですが、どうやらこれはトレーナーレベルという意味なんです。で、このトレーナーレベル40というのはポケモン GO のガチ勢の中でも到達していない人もいるくらいのレベルらしいです。なので結構しっかりやっている人でも連携することができなく、かなり不満が上がっていました。まあ、私の場合はインストールしたことすらなく、仕組みを理解することができなかったんで、不安が湧いてくることすらなかったんですけどね。ただこのトレーナーレベル40というのは最初だけで徐々に緩和されるという見方が濃厚です。まあ、冷静に考えれば巨大マックスメルメタルを今すぐに手に入れたりする必要性は低いですから、まあ、実況者としてはすぐ手に入れたかったんですが、まあ、少し待てばいいだけですので、 Stay cool, stay home, home stay。で、ポケモン GO の転送の仕様ですが、まず転送エナジーというものがあります。このエナジーは1万の数値が最大で、これがないと転送することすらできない仕組みで、マックスに回復するには1週間もかかります。つまり昔のポケモンの転送のように一定時間に送れるポケモンの数に限界があるということです。ただ1000ポケコインを入手することで、つまり約1000円でこのエナジーをマックスまでチャージすることができて、すぐに送れるようになります。このポケコインはポケモン GO をやる中でも手に入りますので、課金しなくてもいけますが、どうやらやってる人の中でも1000ポケコインはすぐにポンと払える額ではないとのことです。まあ、つまり実質的には金を多く払えばたくさんのポケモンをすぐに送れるよってことです。なお、この転送エナジーは CP が高かったり、珍しいポケモンになるにつれ多く消費する仕組みになっています。つまり色違いだったり伝説だったり幻だったりは消費する量が増えるということです。もっと具体的に説明すると、ポケモンにもよりますが、普通のポケモンはほぼ転送エナジーを気にしないくらいたくさん送れます。ただ転送エナジーがマックスの状態で、純伝説だと6、7体、伝説だと5、6体、幻だと3、4体くらいの目安でしか送れなく、色違いの幻、伝説、純伝説だと1体しか送れません。つまりポケコインなしだと珍しいポケモンは1週間数体しか送れないということです。本当にかなりのガチ勢のための仕様で、正直かなり渋い設定ですね。蛍光魚と同じくらい渋いです。ただこの仕様なら以前から騒がれていた色違いの価値は暴落というほど暴落することはなさそうですね。ちなみに個体値についてはピカブイと同様の仕様とのことです。つまりポケモン GO の個体値に依存してほぼ比例して変わるということですね。ということで、ポケモン GO とポケモンホームの連携について話させていただきましたが、なかなかガチ勢仕様でしたね。ここまでいろいろ説明しましたが、私は連携さえできていないので、私自身では今までと何ら変わらない日々を送っているだけです。まあ、ガチ勢の方はこれから色違いなり対戦用ポケモンなりいろいろ送って最高の状態を作れそうですね。あと当然メルメタルも手に入れますしね。いいなぁ、これで噛めるメタルのも簡単ですね。